報告会には日本人男性と結婚して三重県や愛知県で暮らす女性3人が参加ウクライナ伝統の刺繍を施した手作りの衣装を身にまとい母国で歌い継がれる歌を披露しましたそして武力侵攻から2年以上がたってなおさらに厳しい状況が続いていることや98歳のおばあさんがロシアからの攻撃で家を失い

このイベントで寄せられた善意はすべてウクライナの支援に役立てられます。